ドコモ Making Sense。 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。この間ちょっと話出ましたけど、はい、ウディアレンがあまり好きじゃないということ、好きじゃないっていうかね、途中に寝ちゃうんだけど、ウディアレンのファンの人が周り多くて、うん、その人たちがいつもかっこいい人たちなんですよ。僕も大好きですよ。かっこいい人です。知的なのかな、ウディアレン。いや別にそういう、まあイメージはそういうのありますよ。なんかちょっと高尚なイメージあるけども。そうでしょ。だってカーチェイスとかないでしょ、映画の中に。カーチェイスないけど。じゃあ知的じゃん。カーチェイスか知的か、どっちか。暴力シーンないの。ないけど、あのだからセンスはいい気はしますけど、上品な気はするけど、でもそれがだから好きかっていうわけじゃなくて、やっぱなんかね、おかしいですけどね、見てて。結構本気で笑ったりしますけど、いや面白いっていうか、笑える。うん、まあすごいシリアスなのもあるし、うん、コメディもあるし、うん、僕が一番覚えてるのは、もともとは監督の方、もともとは役者僕、いや、ウディアラン、ウディはもともとはスタンダップコメディアンですね。うそ、漫談家、あんな腰の弱そうな方が、うん、だからあれがもうスタイルなんですよ。あ、いや、おどおどちょっとみたいな感じで。あ、じゃあちょっとかぶりますね。僕とね、うんうん、なんか鹿がね、彼のなんか得意ネタで、僕ちょっとうまく話せないですけど、うん、鹿がパーティーになんか紛れ込んで、うん、でそれがあれだったんだ。面白いでしょ。面白い。で仮装パーティーだったんだって、うん、それで鹿の被り物したやつが優勝して、その鹿は2位だったとかっていう話、うん、なんでどういうこと、ダメ。多分面白かったんじゃないかな。僕の言い方、僕の言い方、うん、でも最初のすごい面白いのに、なんか鹿ってさ、うん、いざ会ってみるとすごい KY じゃん。なんか鹿、そうなんだよ、鹿自体面白いんですよ、なんかね。そう、あ、そうだよ、なんか使ってたね、映画で。鹿やりましたけども、うんうんうん、やりましたけど、でウディアレンの、うん、だから面白いのは、うん、ハンナとその姉妹っていうのは見たことない、うん、ないです。アニーホールを途中で寝たっていう気をしてた。アニーホールはね、まあ面白いですけども、でも寝ちゃうのも分かんない、分かんなくはないですよね。そう、ストーリー展開がすごいこう起伏があるかったらそうでもないし、こう現代と過去が入り乱れたりするから分かりづらいっていうのもあるかもしれないけど、でも一個一個のその、もともとだからスタンダップコメディアンだから、漫談であったりとかショートコントみたいなものの積み重ねみたいなものだから、一個一個面白いんですよ。なるほど。いわゆるこう上質のギャグというかユーモアというか。まあそうですよね。ちょっと苦手かも、やっぱ分からんかも。ハンナとその姉妹で、ウッディアレンが子供ができなくて、うん、でその精子をね、うん、そのもらって、うん、奥さんをね、うん、その妊娠させて、うんうんうん、っていうふうに考えて、誰に頼もうかって言って、で親友がいるんですけど、うん、親友のとこに行って、うん、で今日はすごい君に頼みがあるんだって、すごい重大なことなんだって言って、うん、友達も何でも力になるよ、どうしたんだって、ちょっと君の精子を欲しいんだって言った時の、うんうん、その友達のリアクションとかね、うわ面白い。面白い、ほど上手な人だよね。うーん、ちょっと三谷さんっぽいね、でもね。その展開、まあ、まあ僕は大好きだから割と影響を受けたりはしてますけど、うんうん、その時のその困った感じとか、うんうん、僕を選んでくれたのすっごい嬉しいけど、うん、でもどうなんだろうなみたいな、そういう面白さなんですよ。うーん、うん、最近ね DVD がね、復刊っていう復刻版みたいなふうにしてまたいっぱい出たんで、見てくださいよ。またいっぱい出たってどういうことなんですか。また今までね、なんかもう廃盤になってたのかな。ギター弾きの声とか、世界中がアイラブユーとか。ギター弾きの声ってみたいな気がする。ションペン。あれ良かったよ ね、 ね、あれ良かったでしょ、あれ見やすかった、うん、そうかそうか、あれは見たんだ。じゃあ私はじゃあれを代表作として、うん、まあそれもいいけど、でももっといっぱいあります。あれがいいんだったらね、もっと面白いのたくさんあるよ。マッチポイント、私絶対ショーン・ペンが好きなのかもしれない。ショーン・ペンってほんと上手だよね。まあね、ショーン・ペンはムッとすることないじゃないですか。イラッとする、しょうがないでしょ。いやでもウッディ・アレンの、だからウッディ・アレン自身がそんな好きじゃないじゃないですか。あ、そうかも、あの芸風、ウッディ・アレンが出てないウッディ・アレンの映画の方が好きなのかもしれない。本当だ、
すごい、さすが心理学者じゃないですか。来ましたね。普通のことですけどね、今の会話で。最近のね、僕が好きなのはね、はい、なんていうタイトルですか。夢と犯罪、ウッディアレンの夢と犯罪、イアン・マクレガー。また推しの弱い、犯罪ならいいのに。夢と犯罪、本当はあのアルバトロスっていう確かタイトル。アルカトラズなの？違う、全然違うや。カサンドラズドリームだ。カサンドラさんの夢って。カサンドラっていうあの船の名前なんですけど。あ、いいじゃん。そっちの方がいいじゃん。うん、あのそれが面白かったのは、うん、あのイアン・マクレガーとあと誰だっけな、もう一人忘れちゃった兄弟がいて、うん、でおじさんがすごいお金持ちで、でおじさんにこうすごい援助してもらってるんですよ、うん、でそのおじさんがその甥っ子たち集めて、で実はね、今まですごいお前ら俺の世話になってただろ、でちょっと恩返ししてほしいんだ、すごい困ったことがあるんだよって言って、うん、何でもやるよおじさん、僕らおじさんのためだったら、うん、うん、あのちょっとね人殺してほしいんだっておじさんが言った時の、うん、おいっ子たちのリアクションうん、何でもやるって言いましたけど、ちょっとそれはどうなんですかねみたいなこんなピンポイントの映画評論家がいたらいいね、その時の顔売れる、絶対売れる。そしてモノマネされるちびっ子たち、その時の顔でもなんかね、そういう面白さですよ、ディアレンってきっと。ストーリーがどうのっていうよりは、うん、意外とそうなんだ、そうそう、その時の人の気持ちというか。一番ベストな監督はその機嫌が悪かった人だっけ、会いに行った時ビリー・ワイルダー、うん、そうです。僕映画の脚本を書く時は、はい、ビリー・ワイルダーってもともと脚本家なので、ビリー・ワイルダーがお手本っていうか、あのビリー・ワイルダーだったらどうするだろうかって考えて書くんですけど、監督するときはウッディ・アレンがあのお手本。よくあんたたちアーティストっていうかね、歌の人は、うん、ビートルズに影響を受けて心の中でパクリだよねって思うんだけど、どっちが違うからね。全然違うね僕らアーティストはパクリっていうかねそういうこともないもんね、うん、まあ、ケージみたいなもんね、オマージュ、オマージュとかね、うん、そして全ての芸術はね、うん、模倣から始まるのさ。あ、その言葉もなんかパクリみたいな話みんな言ってるけどね。ありがとうございましたYes, thank you. Well, we have to stop there, even though it sounds like Mr. Mitani's ready to start a new talk.